雪が積もったヤンキースタジアム AP2 日日本時間3日に行われる予定だったヤンキースの本拠地開幕戦が降雪のため中止となった。ヤンキースはトロントのブルージェイズ戦でレギュラーシーズンの開幕を迎え、この日が本拠地初戦、スタイレーズ、だった。ヤンキース田中将大投手はツイッターで、ホーム開幕戦が中止、と、つぶやき、雪が積もったヤンキースタジアムの写真をアップした。試合は当初休養日だった3日、同4日、に順延され、先発投手は左腕モンゴメリーがスライドする。田中の次回先発予定は本拠地で5日午後6時35分、同6日午前7時35分、開始のオリオールズ戦で変わらず、